のか真面目んだけとかよ、本当によ。すする TV! ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、定期的にお世話になっているラーメン花月嵐さんから衝撃のメニューが爆誕したということでこちらです。ドン。JR 荻窪駅から徒歩3分くらいのところにあります、ラーメン花月嵐荻窪西口店さんにお邪魔してます。毎度お世話になっているラーメン花月嵐さんなんですけれども、今回ですね、花月嵐さんが架空のお店を作り上げて、架空のお店で提供される限定メニューが爆誕しました。その新メニューがね、なかなか刺激的な絵面をしてるんで、ね、早速すするに行きましょう。レッツゴー。こんにちは。本日はですね、荻窪駅の方からお送りします。いや、なんかね、台風がめっちゃ来てる日なんですよ今日。特になんですか、西日本の方ね、新幹線とか止まっちゃっててね、本当は僕週末の日曜日にね、ちょっと静岡の方でお仕事いただいてたんですけど、新幹線走らないんで、ね、仕事もなくなっちゃいました。本当は今日このままラーメンかけたらその撮影終わったらそっち方面行く予定だったんですけど、結構大変なことになってるんですね今回の台風。この動画がアップされる頃にはもう台風もね過ぎ去ってるとは思うんですけど、まあちょっと予断を許さない状況でありますんで、ね、皆様雨風には、ね、十分気をつけて過ごしていただければと思いますということで、とりあえずかけたらですね向かっていきましょう。ラーメン花月嵐荻窪西口店さん、ハイテクショーケースです。今回は空想出店シリーズという企画で、銀座にもしみゆき亭という架空の油そば店があったら、こんな油そばを提供するだろうという架空のお店を自ら再現する、なかなか面白い企画というわけで、注文したのは油そばみゆき亭の麺大盛り、さらに秘伝の漬け込みだれもタッチしました。今回のね、花月嵐さんなんですよ、銀座油そばみゆき亭という、まあ、本当架空のお店です。架空のお店をちょっと花月嵐の商品化したっていう、架空のお店をラーメンしてどっかで聞いたことありますね。なんか濃厚豚骨豚味噌みたいな雰囲気出してますねこれね。まあ結構毎度お世話になってるラーメン花月嵐さんなんですけど、毎回動画では好き勝手言っていいとそう言っていただいてるので、ちょっと今回も好き勝手に忘れていただきますね、はい。まあでもやっぱ花月嵐全国チェーン店なんで、ね、基本的には美味しいラーメンを提供してくださるんですよ、はい。激辛つぼにラムやしをね、ご希望の方はザフさんに言うの持ってきてくれますんで、まあ、辛いの好きな人もめっちゃおすすめですね。いただきます。ありがとうございます。どうも、いただきます。あれっす。こちらがラーメン花月嵐荻窪西口店さんの油そばみゆき亭の麺大盛りです。おお、チャーシューどころか何も乗ってないどんがんかと思いきや、トッピングはセパレート。麺量たっぷりでボリューム感もバッチリだし、トッピングも彩り綺麗で食べ応えありそう。油そばはね、やっぱ麺とタレと油、これの組み合わせでシンプルにするといいんだね。この状態で提供されるの嬉しいですね。ではまず油そばということで、下からがっつり混ぜるように全体にタレと油を行き渡らせていきましょう。このタレまとった部分がね、めっちゃ醤油色してるのがあります。この感じたまんないわ。ちょっと一応 YouTuber っぽく動画の冒頭の引きっぽいやつ言ってみますか。いや、舐めてんのか真面目んだけとかよ、本当によ。ちょっとこれ動画のポートにちょっとこれ使うためだけに、麺と醤油だれの香りが無音と広がり、油そばったらやっぱりこれが醍醐味よな。麺量がたっぷりあるので遠慮なくいただきますよってことで、一口大きくがっつりそそる。おーい、うん、シンプルなうまさだな本当は。醤油だれが染みた縮れ太麺は色からして食欲をそそるもので、つるっとした食感と程よく茹でられた柔らか食感で食べ応えバッチリ。タレは醤油感もありつつ貝の旨味も感じられ、タレ味にさらなる深みをプラス。舌に残るようなパンチのある醤油感好き。トッピングいろいろあるんで、もうちょっと早速乗せていきたいと思うんですけど、まあ結構薬味系はねバンバン入れていいんだよ。貝割れも入ってる、ちょっと西東京っぽいですねこれ入ってるから、まあ、チャーシューとかも全部もうバンバン入れちゃいます。というわけでトッピングを投入して再びそろそろ、ネギのシャキ感と玉ねぎの刺激が心地よくナイスアクセントでまたうまい。チャーシューも細切りになってるのいいですね、うん。やっぱ油そばは大判より刻みのチャーシューの方が個人的にも好きだな。でこの特製の漬け込みだれを入れてみたいと思います。どんぐらい入れるのがいいのかな、入れすぎると結構味濃くないですよ。ってかどんな味、めっちゃニンニクだこれ。なんかね、花月嵐さん結構トッピングも豊富なんですけど、一番美味しそうだなと思ったのはこの、てか合いそうだなって油そばに思ったのはこの漬け込みだったんですけど、がっつりニンニク効いてたなこれ。いきまーす。うん、うまい、めっちゃパンチ力アップする。ニンニク風味たっぷりな漬け込みだれを投入すると全体のパンチ力アップで、これは油そばとの相性抜群。ちょっと油そばらしくお酢とかラー油とかちょっと軽く入れて味変しましょう。てな感じで後半戦はお酢とラー油を入れて味変。そして花月嵐さんといえばの激辛つぼにらもやしも入れてそろそろ。これにて一気に全体の味も濃ゆくなり、キックパンチ It's all in the mind。
ちなみにありがたいことにこの醤油味のスープもついてくるんですよ、ね、うん、やっぱ油そばはねラーメンとしてはスープがないタイプのラーメンなんで、醤油スープね一息つけるのもいいですよね。さっぱりとした味わいでリフレッシュにもなり、ここから一気にラストスパート。どんぶりを持って残りの具材を一気にかき込んでいけば本日も完食と思いきや、味玉食うの忘れました、ね、油まとわせて、うん、大変美味しくすすれました。安定感のある味わいはさすがの花月嵐さん。また他の架空のお店も見てみたいです。それではご紹介、はい、ごちそうさまでした。いやラーメンかけずあらさ行ってきたんですけども、うまかったですね。まあ本当シンプルな、やっぱタレと油を絡ませたシンプルな油そばっていう感じで、まあ確かにね、あんな感じのお店が銀座にあったら面白いなってところあるんですけど、まあ麺量を大盛りにしたんで、ちょっといろいろ途中からアレンジも加えつつ、まあ、太麺とねかけずあらさんの油そばの特製タレをがっつり堪能できる一杯になってました。まあ結構ねそのままの味だと割とこうプレーンで、まあすごくライトな味わいなんで、まあそれでも十分美味しいんですけど、まあ個人的にはね卓上調味料もねかけずあらさん非常に豊富なんで、まあいろいろ味変組み合わせてやってみるのがいいんじゃないかと思います。まあ、今回ね僕ちょっと初めて注文してみたんですけど、漬け込みだれっていうニンニク醤油だれみたいな、あれ券売機におこんないいのあんだと思ってちょっと油そばに合いそうだと思って注文したんですけど、あの漬け込みだれ入れるとねかなりパンチますんでね、もちろん醤油だれの味は力強くなりますし、やっぱねあのニンニクの風味が入ることによって刺激も加わるんで、ぜひぜひねあの漬け込みだれね油そばみゆきテイストするときはちょっと試してみてもいいんじゃないかと。まあラーメンとかに入れても多分美味しいと思うんですけど、まあ油そばやっぱ麺とねタレの結構プレーンなすごいシンプルなそういった構成になってるんで、ああいう漬け込みだれみたいなパンチの出る味変アイテムがあるとかなりいいんじゃないかと。いやでもなんか油そばの時だけとかでいいからさ、生卵置いてくれたらめっちゃいいですね、うん、あの漬け込みだれとかも結構味濃くなるんで、そこをね生卵とかこうつけてすすることができると結構また味変の幅広がるんじゃないかなと思って、まあ、今日はねちょっとあのご飯物とかも特に注文しなかったので、まあ、麺量大盛りとはいえね結構スルッといけたんですけど、麺大盛りはね大盛りの名に恥じずしっかりと麺量を増やされるんで、まあ、あのお腹いっぱい食べたいってことはね麺量大盛りで注文してみてもいいと思います。お腹いっぱいですね、ごちそうさまでした。本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。本日はですね、ラーメンかげつ嵐、荻窪西口店さんということで、もう過去にもね、何度もお世話になっているラーメンかげつ嵐さんなんですけども、まあ、今回ね、架空のお店の架空のメニューを作るっていう、まあ、ちょっとなんか濃厚豚骨豚味噌から着想いたんじゃないかみたいな、そういうところ、そういう声もあったりするんですけども、まあ、こういうなんか架空のお店シリーズね、ちょっと面白いんでね、ぜひぜひまたかげつ嵐さんにやってほしいなと思うんですけども、そんだけで皆さんからいただいたコメントの思いをさせていただきます。昔、二郎好きの安田という人がいたんだが、知ってる人いるということで、もちろん知ってますよ。僕がなんならその安田さんとか、あとまあ、ニカタツさんとかですね、ここら辺のいわゆるそのラーメン二郎をめっちゃ食べ歩いてる人たちのブログを読んで、ラーメン二郎が好きになったっていうところがあるんで、まあ、ある意味ね、安田さんとかニカタツさんとかは、ニカタツさん今 YouTube で活動されてますけど、僕の今のこのすする TV の活動のベースになってるところなんですよね。安田さんのブログは面白かったですね、やっぱね。もうブログ自体はね、もうすごくシンプルなんですよ。もう画像と一言が添えられてて、まあ、安田語録みたいなのもあったりしてね。まあ今でこそなんか普通に使われてますけど、麺、グミとした食感なものとか、そのなんとかなものみたいな、この体言止めみたいな感じで、そんなにこう詳細な味のレポとか全くないんだけど、なんかこうね、うまそうだなってこう思わせてくれるものがあって、うまそうだなと思わせてくれるものなんですよ。本当に安田さんのブログそのもの。三方さんのブログもね、あのそんなにこう文章力あるわけじゃなくて、やっぱ画像でこう語るみたいなのが、あのスタイルがやっぱかっこいいなと思って、まあ、もちろんね、ブロガーの方ってすごく丁寧に文章を作られて、味のコメントとかもね、めっちゃ詳細に書いてる方がすごい丁寧に書いてる人いっぱいいるんですけど、もちろんね、そういったブログも素晴らしいんですけど、ね、いやなんかね、やっぱ安田さんとか三方さんみたいな、なんかああいうスタイル、なんか硬派なスタイルというか、ちょっと憧れる部分は未だにありますよね。まあ、ネット上で、まあ、安田さん更新しなくちゃったんで、ブログを。ブログとか、ツイッターとかも多分今やってないのかな、もはや。なんか仕事の転勤の関係で、多分東京のラーメン二郎が食べれなくなっちゃったんで、最近は活動してないみたいな話だったんですけど、僕、その安田さんがブログ辞めてから一度だけちょっと電話で話させてもらったことがありまして、なんかネット上ではね、安田はちょっと二郎の食べ過ぎで死んだみたいな、なんか、そういう噂もあるんですけど、僕が知る限りではまだ生きてると思います。はい。まあ、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ見てみてください。もう本当、だから10年以上前だと思うんですよね、安田さんが精力的に更新してたのって。まあ、それこそ今の直径二郎大好きマンさんみたいな、まあ、あの、本当年間で1000とか、そんなレベルじゃないですけど、まあ、安田さんもほぼ毎日でラーメン二郎食べて、まあ、ラーメン二郎を連食する時もあったりして、しかも全て、スープで会員するっていう、もう恐るべき人なんですよ、マジで。ぜひぜひね、もう伝説のラーメン二郎ブロガーなんで、安田さん、そして、まあ、ニカタツさんは YouTube やってますね。ブログもね、もともとやってましたから、そこら辺もね、見てくださるとね、よりラーメン二郎がね、好きになるんじゃないかと思うんで、ぜひぜひ見てみてください。塩ラーメンか。醤油もあるんだけど、最近は岡山のアンポンタンっていうワンタン麺のお店によく行ってます。美味しいよな。特製中華そばと特製塩ラーメンがおすすめ。チャー玉ご飯も最高と。
岡山のアンポンタン、ちょっと僕はこれ知らなかったですね。ワンタン、チンタン、アンポンタンって言います。すごい。ラーメン、つけ麺、僕イケメンみたいな韻の踏み方しますけど。確かにこれはめっちゃうまそうだし、なんか岡山っぽくない感じですけど、どっちかというと山形とかのラーメンに近いようなビジュアルしてるような気がするけど。すごいな。朝6時から14時半までっていう超ストロングな営業時間っすね、マジで。ちょっとアンポンタンさんね、さ、岡山とかも最近行けてないな、でもな。今度ちょっとその山陰地方とか行く時があったらね、アンポンタンさんもチェックしておきますんで。ぜひぜひね、地方のラーメン情報皆さんからもお待ちしてよろしくお願いします。サンキューカッスでやんす。ちなみにオイラの好きなバッティングフォームは江藤明でやんす。諸角選手はオイラの高校の大先輩でやんすよということで。まさか矢部くんの高校にその諸角選手がいたと。まず諸角選手をどんだけの人が知ってるのかって話なんですけどね。確かに江藤選手のホームランはね、芸術的ですね。まあ、江藤選手のホームランをまとめた動画とかも、ね、YouTube に上がったりするんですけど、まあ、野球好きな人はまあ知ってると思うんですけど、江藤のホームランめっちゃいいのよ。もうほんの正しいホームランって感じのホームラン。一回なんかね、こう、ストライクゾーン確かめるように、こうな、こうやるんですよ。一回こうやって、もう こんな感じで結構落ち着いたバッティングフォームから、綺麗なホームランをね、右中左に打ち分けるっていう。いや、江藤選手のホームランね、マジで綺麗。僕がよく野球見てた、これ2002年から2006年ぐらいの間なんですよ。ここは僕が小で野球やってた世代だったんです。その時はめっちゃ野球見せて。で、江藤選手はもうその時にはもうジャイアンツに移籍して、ジャイアンツで、5番とか6番とかしてたかな。当時はそんなになんかこう、江藤すごいとかって思ってなかったんですけど、もともと広島東洋カープにいましたからね。綾瀬のね、日山と昇るっていうお店の大川さんっていう店主さんがいるんですけど、大川さんとね、大川さん結構野球好きで、ジャイアンツ、めっちゃジャイアンツファンなんですよ。で、ジャイアンツファンで結構野球の話することがあって、僕はその日本ハムのね、小笠原道博選手っていう選手がもうめちゃくちゃ好きで、まさか小笠原がめっちゃ好きなんですよね、みたいな話をしてたら、いや、すっするは江藤のホームランを見た方がいい、みたいなことを言われて、江藤みたいな、そんななんかすごかったっけ江藤って、みたいな話になって、その後動画見てみたら、もう江藤のホームラン芸術的ですね。本当に芸術的。すごい打つし、まあ、右バッターの中でも、まあ、ホームラン打つ時のなんか、フォームとかね、トップクラスに綺麗な選手だと思うんでね、ぜひぜひ皆さん、YouTube で江藤ホームランとか調べてね、江藤選手のホームランのまとめ動画、ぜひぜひご覧くださいね。めちゃくちゃいいですから、本当に。本日の動画も最後までありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そして、ね、皆さんの好きな野球選手もコメントしてよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますということで。おそろい。それでは、するの公式キャッチフレーズ。ラーメンかげつ嵐、おぎこにしぐしてんさん。ザギンで油やー。みゆき亭の店舗展開お待ちしております。